おはようございます。うん、こちら今日皆様からいただいた、えー、コメントの数々ありがとうございます。これを見るとですね、えー、こちらの方、ハートマークでしょうかね、うん。たくさん目立つコメントがございますね。うん、気になりますね、えー。皆さんどのような、えー、コメントをいただいたのか、今から見ていきたいなと思います。えー、まずは、イズナさん、おはようございます。どうもです。えー フィギュアスケートについてのお話、カブくんおはようございます。新しいがねいいですね、うん。ありがとうございますえ。羽生さん、宇野選手、姉さん、鍵山選手、えマリニン選手のジャンプについて話してくれてありがとうございます。えみんなそれぞれに特徴がありますね、うんあのー。羽生さん、4回転アクセルの練習をしていたせいでしょうか。最近のジャンプを見ていると、すごく高さがあって驚きました。 え正直、羽生さんにおいては、えー、今シーズン現役続行で4回転アクセルを決めてほしいと思いました。そうですね、僕もそうですね、うん、そうすると、対マレディン選手になるので楽しみにしていましたが、羽生さんはさらなる高みを目指して、新しい世界、えー、プロスケーターの道を選びましたね。うん、そしして、んでで、すが、結局引退はしないで えー、学業専念で、えー、そのあと教育に戻ってくるのでしょうかそこも、ね、すごい気になるところなんですよあのー、ミラノあの引退ということではないとは思うのでまあオリンピックが近づいてくると、まあ、そこの部分だけ現役復帰してきてですね、うん、オリンピックに登場してくるっていうこともねありえるとは思うんですよね、うん、そうすると、えー、ミラノはなんか期待できそうですねうん まあ、またちょっとわかりませんけど、まあ、あの、一応二連覇の可能性もね、あの、狙っているっていう可能性もありますので、まあ、そうなってくると、まあ、オリンピックのとこだけ復帰してくるっていう可能性は、まあ、あるかもしれないですね。うん、ええ、ミラノは本当に今から熾烈な戦いになりますね。そうですね。まあ、これもまた今度語ろうかなと思います。うん、あの、気は早いんですけど、走行してると、あっという間に来ちゃいますからね。うん、だって北京五輪だって。 ピョンちゃん終わってから、いや、まあ4年後って言うと長い感じしましたけど、あっという間、うん、あれ、もう来ちゃったのみたいな感じで、この前までずっと北京、北京、北京って言ってたのが、もうとっくに北京は終わって、もう次のシーズン迎えるということになってますから、あっという間なんですよね、うん、なんで、ちょっとミラノについても、今度はお話ししようと思います、えー。羽生さんがいなくなったことで、なんか顔ぶれが若手ばかりでフレッシュです。 でちょっともう1つとうと、羽生くんももしかすると4年後のオリンピックに、急参加の可能性もゼロではないですからね。でもまあ羽生さんはもしかすると、プロの世界で、えー、歩んでいくのかなというのは強いと思うんですけどね。うん、で日本は、えー、三浦佳生、うん佐藤俊選手、で友野和樹く君に、えー、三宅瀬名選手、坪井達ちゃん。 ですねそうですね、あの昨シーズン、本当、三宅くん坪井君、かなりね、うん、友野くんもですけど、あのー、輝いてましたからね、うん、これらの選手についても、まあ、後ほどというか、えー、近いうちにお話しできればなと思うんですけど、まあ、今季はですね、特に友野君がどうなるのか、うん、というところですよね、あのー、前もお話ししたんですが、遠慮なくですね、言、えー、ってほしいなと思いますよね。うん まあ,あとは佐藤く君の PCS ですね、これが高まっていったらあのかなりいいかなと思うし、え坪井君に関しては、あの新しい4回転のえ種類とか増えていったらですね、もっといいかなと思うんですけど、質は高くなってきてますからね、とても楽しみです。ほ、うんえーまあ、他の選手についてもちょっと、えー、今度語ろうかなと思うんですけど、そして、えー、もしかして今、ジュリアの子たちの中から有望選手が出てくるのかもしれないですね。うん そうですね、あのーまあ、男子はですねある程度こうあ、すごいなっていう選手っていうのはち,っちゃい位置から結構わかると言いますかねあこれ来るなっていうのがありますので今のところ、どうでしょうかね他に誰かいますかね、うん、またそうすると、株君テレビの方であでコメントをいただいたりとかしてですねあこの子、すごいっていうのが、ね、あるかと思うんでね、うん、出てきやすいんですけど女子選手に今度またお話ししようかなと思うんですけど 女子の選手はですね意外とその最後の最後で分かりませんねうん試合,試合をやってみて、えー、こんなすごい選手がいたのっていう急成長してくることがあるのでうん、あのー、またお話ししていこうかなと思うんですけどね日本勢でマリニンを止めるを実現してほしいですうんねどうなるのかなーっていうところですが意外とマリニン君4回転アクセル苦労しているようですねあのーまあ他のま他ャンプもちょっと バランスを崩したりっていうことがアイスショーで多かったらしいので果たしてマリリン君あの試合ではどのようになるのか、うん、そこら辺がちょっと気になってますね、うん、あのやっぱりまだ安定感っていうところがいまいち見えてこないのであのそこは試合が始まったら、うん、あのまた語ったりとか、えー、じょ状況を確認したりとかしたいですよねやっぱね、うんえー、マイク・バーティラさん おはようございます。えー、雲が垂れ込め、英仏海峡波高しですね。そうです。昨日はね、本当波高かったですよ。うん。えー、こんな波なら普通遊泳禁止になりそうな。ですよね。うん。僕もそう思ったんですけど、結構泳いでる方いてですね。あの、まあ、でも、あの、岩に近いところは赤旗がありましたね。うん。赤旗は禁止なんですけど、黄色の旗もあるんですよ。 黄色の旗はですね、浮き輪とかを持ってはいけないということでも泳いでも OK なんですね。で緑の旗がの遊泳は OK っていう感じなんですよね。うん、でも昨日びっくりしましたライフセーバーの船が出動してね何があったんだろうってぴょんぴょん跳ねまくってましたからなんだこれはってなっててね、うん、愛知はすでに朝6時にもう30度やばいですねこれは大変なことになってますね。 今日も暑くなりそう、うん、最近、急に暑くなってきましたけどこれは台風がやはりこう西の方をこうを進んでいってるってことはあのやっぱりあの日本列島にはですね、まあ、基本的には暑い空気がこう台風の縁を回るようにして入ってくる気象条件だからこそ台風はああいう進路が進んでいってるわけですからね西の方に逸れてるわけですからね。うん だから暑いんじゃないかなっていうところありますけど、ところで少し早いですが、GPS の第1戦、第2戦の優勝予測をしませんかもちろん好みと偏見に満ち溢れていいので、ああ、そうですね、ちょっとどんな選手が出るのか忘れてしまったんで、まあそれを見つつかなと思うんですけど、うん、あの、ぼちぼちやっていきましょうね。うん。あの、それ前にチャレンジャーズシリーズの アサインとかっていうのはどうなってるのかなっていうのは気になってましてそっちとあとゲンサンサカップをねまずやっていこうかなと思っていますねうんちょっと気になりますけどど,どんな選手が出るのかなうん、えー、梶原さんありがとうございますえー、カブ君言い忘れですえー、姉さんとのコラボもうドキドキでした、えー、2人とも衣装も素敵であっという間の体感時間数秒 席がスタンド SS でしたが、昭、え、和、ー、さんの表情も見て取れました。家から1時間で会場行けるし、あ1時間の距離だなんですか。なるほど。水泳している孫は試合でここで泳いだりしてます。へー。あ、ってことは、このリンクっていうのは、あの、夏には、あの、水に変わるんですね。でも、あの、今のリンクは、今ちょうど夏になってるんで、たまたまその氷に変えた、変えてしまったって感じなのかな。うん。 あの直米も美しかった、えー、姉さん、ビンス、また来てほしい、寂しいあ、もう終わっちゃいましたからね。うん、はいということで、まあ、終わってしまうとやっぱ寂しいなっていうね、楽しみは本当、すぐ過ぎちゃいますからね。うんえー、そして美輪さん、ありがとうございます。土日は興奮しすぎて、また余韻に浸りながら、朝から朝食やお弁当を作り、えー、布団を干したり、シーツを洗ったり。 いい主婦ををししながら、えー、動画を聞いていました、えー。コメントを早く伝えようと次々に打ってしまいまた三輪さんがとなってしまうかもですがやはり新大阪までは良かったですが、えー、総合案内にすぐになくて。 あのー、我が○○は真ん中にあるから探しましたがまず梅田まで JR か地下鉄分からずまた左右どっちに行,けか、うんうん、行くかということで梅田からも、えー、ホテルも隣接していても遠い道のりが途中、重字路があったりかなり焦りましたもうめちゃもうぐちゃぐちゃですね、僕も、あのー、迷っちゃってもパニックってあーってなっちゃいますね、これ、あのー、同じ立場だったら。汗だくんしかも暑い、うん ホテルグランビア〇〇は皆様対応が丁寧で優しく荷物もすぐに察して預かりですねと対応してくれアイスショーに行くのでどうやって行くのか何線に乗りついても乗り換えても教えてくれましたよ優しいですねうんまた一言お気をつけてくださいアイスショーを楽しまれてきてください行ってらっしゃいませあすああこういうね対応ってのは日本日本ならではかもしれないですねうん あ,のあんなにベルギーはないですよ、こういう対応が、うんまあ。そういったホテルに泊まってないからかもしれませんけど、日本はどのホテルとか旅館に泊まっても、そういうことをね言ってくださるかなと思うんですよ、えー。優しい教育がきちんとされてるホテルだわと気持ちよい対応で、私も食料ら見習わないと、金融ですが参考になりましたよ。ちなみに日本でも、あのー、そういうなんて言うんでしょうかね。 あの優しい対応をしてくれるホテルがたくさんあるかなと思うんですけどずさんな対応であったりとか意地悪な対応とかされることってあるんですかね逆に言うとちょっと気になってますねなんかあの感じ悪かったりとかレストランとかはたまにありますよね、うん、ホテルとかもあるんですかねちょっと気になってますあの僕ね昔軽井沢にあのペンションに泊まったことあるんですよでそこのペンションの人がねちょっと感じ悪くってねうん うあの正直言ってあのその時ね車酔いしちゃって、うん、バスでね車のこの山道をこうこう走るもんですからねで気持ち悪くてねでしかもその時ちょっとバスが遅れて遅く来てしまったっていうこともあったんでしょうけどすごいもう早く来てくださいみたいに怒られて、うん、でもそのバスっていうのは。 あのちょうどその時混んでましてね、うん。で、あの、ホテルのバスなんですよ。ホテルというか旅館のバスというか、あペンションのバスなんですけどで、それで連絡もしてあったはずなんですけど、もう料理の時間過ぎちゃってね。 うん、でそしたらその,もうそ,のその時からもうなんか感じ悪くてなんか早くしてください的な、ね、感じでもうご飯をね、えーまあ、食堂にこう、まあ、早く恋的な感じになって、うん、でそれでまあでもその時はもう気持ち悪くて酔っちゃってね僕ね、うん、そしたらねあのー、なんか残さないで食べてくださいみたいな感じでうちのご飯美味しいんだからみたいなこと言われて、まあ、ちょっと。 いやち,ょち,ょちょっとなんか感じ悪かったなと思ってねでその後、まあその方はおかみさんだったんですけど旦那さんが来て次の日ねでその方はそう優しい方でねもう昨日ははんか申し訳ございませんでしたってね謝られてましたけどそういったことがあってね、うん、そうそうなんかありましたかペンションはそんな感じだったんですけどね、うん、そういった思い出もあったよっていうことなんですけど会場に向かうにつれうのうのしょうまくん水のグッズを持った方々増えてきて汗だく暑かったですが えー、かなりワクワク、えー、こんなにたくさんファンが、えー、そうですねあのー、いるいるじゃないしかも年齢層もいろいろ親子や友達に夫婦にカップルお一人様やグループ浴衣のグループもアイスショーで買った T シャツ、えー、早速違う公園で買ったすでに着ていたりファンいろいろウォッチングも楽しかったですよああすごいですね浴衣のグループっていうのもあったんですね。うん そして、えー、グッズ待ちの時に横の方と少し話、えー、東京からとか姉さんのファンらしく、一緒に来るしょうまくんファンが休養で来れなくなったとかでした、ああ、なるほど、またしょうまくんバナータオルを掲げたら、横の老夫婦が見せてください、なんて書いているの、しょうま、おお、ただのタオルじゃないとわかり、かわいいし、うまいですよね、お好きなのと聞かれ、はい、お好きで昼間も見ました。えー、そうですね会話 こういう弾むんですね。うん、それに2回目すごいわね。と盛り上がりましたよ。よえー、翔馬くん g1000 メートルを見たらやっぱりすごいわ。全然違いますね。ちなみにあの男女の男女比ってどんな感じですかね？男の人もやっぱ結構いる感じですかね？あの youtube で見る限り女性の方がやっぱかなり多かったイメージがあるんですけど、女性がかなり多いかなっていう感じかな。うん、あのー、すばえー、素晴らしかった。 他の選手の時はお年寄りだからか、やはり座ったままスタオルはしなかったのに、翔馬くんの時はご夫婦で、よいしょと立たれて、手を叩いていたり振っていました。ああ、そんな感じだったんですね。やはり翔馬くんになってくると、急に雰囲気変わる感じですかね。うん。足腰が弱いご,夫ご老人まで、え客席を総立ちにさせる我がおしめ、宇野翔馬くん。素敵でかわいい、かっこいい。あ、ここ <laughs>、ここですね。もうハートがすごい。ハートがすごいことになりますよ。うん。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個このね場面だけでも11個のハートがありますけどね、うん、かっこいいそれだけではなくスケートを見せるジャンプ、えー、試合並み迫力あり、えー、気迫十分、えー、その日のベストを尽くす出し切る表情が神がかるもうすごいもうハートに満ちあふれてますね、うん、でもこっちもまだあるんですよハート、えー、スピードが速い、うん、イーグルの手のポーズが良い確かにクリムキンさすが あのこれ、イーグルの手のポーズが良いって、あれですね、肩に手回すところですよ、ょっとね。僕、あれね、今回のプログラムの真骨頂ですよ。うん。なんか、あそこ気になるんですよね。うん。え、昭和エンジェルターン、来た。今から見せますよ。オペラ、最高に合う。音はめジャンプしていた。え、ジャンプ飛ぶ、飛ぶ。うん。最後に羽を畳む。ブラボー。もうすごい <laughs>。ハートに道はねてますね。すごい <laughs>。ハート何個あんだろう、これ。うん。今日もリピート、リピートしますね。うん。 昨夜はワンワン赤まらずの、あのー、ナウボイスも珍しくまだあっ赤らすってことか。なるほど。あなやっぱ疲れてるんじゃないかな。うん。ね、絶対疲れてますよ。うん、お疲れだったでしょうからまたもしや、えー、水野さんに行かれたかも。 私は行きたかったけれど、いち早くあの帰らないといけなかったから、えー、残念ですが、翔馬くんの等身でのお迎えパネルや、椅子に座ったパネルなどもあり、ファンが横や下からポーズをとり、えー、ツーショットを、えー、写せるらしくて、えー、恋人みたいにいいなぁと、うん、生翔馬くん見たかったからよしということで、とにかく可愛かった、手もたくさん振ってくれましたよ、笑顔もたくさんありましたよ、うん。 すごいですね本当にエンディング超お疲れでも、えー、顔が疲れて汗だけでも笑顔を頑張って、えー、笑顔うんまあ、結構だからそういうなんか疲れたけどはいあ,ありがとうございますっていう必死に伝えてた感じでしょうかねうん皆さんに伝わっていましたよああ最高でした私の夏はまだまだこれからですが。 次々にや、あのー、するることがやってくるえ翔馬君は次はクレーンズオンアイスが8月27日、28日あたり、あそうなんですか、なるほど、これまでにね、ちょっとどんなあのプログラムまた演じてくるのか、今から楽しみですね、あっという間に来ちゃいますからね、本当に、でもそしたらもう夏も終わりなんだねっていう感じなんですけど、忙しい、またアイスショーで、え前公演、試合みたいに、あのー、ジャンプやいろいろ進化は、 今年だけではなく、去年、ボレドシーズンも4月から頑張って仕上げて、オリンピック銅メダル、え世界選手権金メダルになり、昌くんのやり方だから、他の人は人それぞれのやり方で、うん、まあ、でも今年はね、宇野くん本当、終われる立場になってくるかなと思うんですそれを気にしない方がいいですね、うん、あの宇野くん自身もそれを気にしないでやってた方がいいかなという気はするんですけどね、やっぱり。 なぜかテレビニュース、スポーツニュースにはならなくて不思議。昌磨君は、原産サマーカップにはいつも出ませんよ。あ、出なかったんですね。なるほど、なるほど。ってことは、あの彼はまあフ,レフレンズ・オン・エースまで試合はなくてですねあの、この後はもしかするとチャレンジャーシリーズに行くという感じでしょうか。あ、ですね。うん。あの、カムさんがハテナみたいだったけれども、いつもなら9月ですよね。やはり、あの何かロンバンドゥルディア杯や、 何か B 級、ごめんなさいね、言い方が分からず。あの多分これね、チャレンジャーシリーズの一、えー、つの試合なんですけど、まあ B 級っていうと B 級なんですよね。うん、でもこういった試合とかも出るということですね。それからジャパンオープン、あ、そうジャパンオープンがね、やっぱのくん出るので、これがちょっと気になってます、僕も。うん。ただまあ多分、あのそういったロンバンディア杯とか、 あのオータムクラシックとか何か出るのかなっていうとそこがやっぱりあの初の試合になってくると思いますのであの本、ー、当えー、まあ秋からね、えー、まあそんな感じで試合が続くよということかと思いますけど、えー、グランプリカナダ大会 NHK 以外、えー、グランプリファイナル出るに違いない、えー、頑張ってですね、うん、ファイナルはもう多分出る可能性は高いと思うんですけど、えー、そして全日本選手権に四大陸選手権はどうかなよくヨーロッパ選手権と重なるからうん。 えー、この時ね、だからステファンが来るのか来ないかっていうところなんですけど、えー、世界選手権、えー、日本開催の埼玉スーパーアリーナ出るに違いない、えー、世界に見せろ、人生目は取るよということでね、もう愛に満ち溢れてましたけどね、うん。まあ、どの大会も出られる出るとは思いますけどね、まあ、どのようなプロセスを踏んでいくのか、うん、それを僕はとても気にしてるんで、うん。あの 特にジャンプとかスピンの配置、ね、このプログラムどうなるのかっていうのをね、えー、ワクワクしながら待っていきたいなと思ってます。えー、これね、ちょっと復習なんですけど、皆さんが去っていただいたコメントの一部、ハートだらけですね。そこだけスクショしてみました、うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21個、21個のハートですね。うん。もう愛に満ちあふれていましたね。ここにちょっと目,あすごく目立ちましたよ、これね。うん はい、そらかでさんどうもありがとうございますあまずはね、フィギュアスケートの話題をねちょっとコメント取っていこうと思いますので、うんえー、おはようございます今日は薄曇りですがとても暑いです、うん、もう日本列島全体的に暑いですね、うん、この先あ最高気温が30度超えの日がずっと続く見込みです予想最高気温は32度です、うん、暑いですねあのー、おほつかい側というあ、まあ、太平洋側の方なんですけどね オホ、うん、ースカイコキャツク海高気圧はもう引っ込んでる感じですかね。うん、体調がかなり回復してきたんですね。そうです。結構ね、体調、昨日海散歩してから良くなって、そしてそれと同時に新しいメガネもデビューとなったんですね。とてもよく似合っていますよ。ありがとうございます。ええー、神秘っまた少しずつ様々な諸活動をえー、頑張ってくださいね。応援しています。あの陸上フィギュアの方も柔軟トレーニングを中心に、今日から始めようかなと思っていますね。うん。 で、えー、鍵山選手はまだまだ若いうえに、ー、北京五輪で銀メダルを獲得できたことで、えー、相当自信がついたと思うのでかなり波に乗っていると思います。ですね、うん、あのやはり鍵山君そのメダルもそうですけどあのやはりこう潜在能力をまだ中に秘めてのあの途中経過のメダルと言っても過言ではないんですよね。うん、どういうういいことかというととかままままだだだだできると、うん、まだまだあの あのできるんだけどやってない技が多いのかなというところであの結構、まだ、ね、な中に秘めているものがあ,あると思うんですよね。それを全部出し切ってくると恐ろしくなってくるかなと思うんですね。うん、宇野選手との熾烈なメダル争いになることも、えー、この先頻繁にあいうそうです、ね、ですね。 うん、まああのー、今度ねフィギュアスケート株式投資みたいに、あのー、どのような、えー、プロセスを踏んでいくのかっていう解説もしていきたいと思うんですけど宇野君と狩く君との相場すごく気になりますね、うんまあ、同じ日本人ということで、あのー、あれなんですけど、まあ、結構ね、あのー、争われていくのかなというところで、うんまあ、本当に、あのー、激闘するね場面を見ることができるんじゃないかなと思いますよね。うん えー、マレディンさんどうもありがとうございます。えー、ジャンプについての、えー、試験です。えー、カブ君の、えー、ジャンプ5年について私が知っていることです。昭、え、和、ー、君、ジャンプ改善の歴史、巻き足の改善、あう宇野君って巻き足あったんですね。これはちょっと分かんなかったです、えー。マチコ先生のところの伊藤みどりさんの影響か、この頃の日本人選手は巻き足が多い。ああ、そうだったんだ。ってことは、結構これ、宇野君がちっちゃい頃の話でしょうかね。 これ僕初めて知りましたあの巻き足っていうと、確かに伊藤みのりさんも、あの巻き足のまま高橋さんのあるジャンプ飛んでましたからね。すごいですよね。うん。あ,のあとは、巻き足っていうと、中野ゆかり先生ですよね。あ、中野ゆかりさんですよね。うん。彼女は本当巻き足が個性で、そればっかり目についてましたか。特にルッツ・フリップがすごい巻き足でね。僕はね、好きなんですよ、結構ね。まあでも結構点数が伸びなかったりするんですよね。肩もすくんじゃったりしてね。 うん、肩もすくんじゃって、ちょっと高さが出なかったりとかっていうのがあったんで、回転不足取られやすいんですよね。うん。でも伊藤みのりさんは巻き出して高さも出るんで、すごいっすね。うん。はい。で、2番目、ルッツジャンプの改善。え、エッジの傾きが不明瞭。改善はされつつあるが、今も鬼門か。うん。横着気味のためか。あー、これ面白いですね。うん。横着だとなりやすいとかってあるんですよ、これね。横着と X ックで。あの、宇野くんは確かに横着だと思います。うん。 あの僕もなんですけどね。でね、えっと羽生さんは確か X 着かなと思うんですよね。違いますかね。うん、フリップには有利。ああ、そうそうそう、確かにこうなっちゃいますからね。フリップに有利かもしれないですね。うん、ですよね。そう。あの、まあ、確かにルッツジャンプね、まだちょっと動画を見てみると、ちょっとやっぱ、インに傾いてるのかなっていうのがやっぱりありますので、相当苦手な感じがしますよね、うん。で、あの、今期始まる前までね、 あのルッツジャンプをまあ、うのワンチャンネルとかで披露してて、まあ、エピソードワン、ツー、スリーみたいな感じで出してましたけど、あれからルッツジャンプについてはどうなのかなっていうところでね、今期ルッツを入れられるかどうかっていうところがね、まずは気になるんですけどね、一つトリプルルッツやるのかな、これね。うん。ただまあ、まだちょっとやっぱりインに傾いているのかなっていうところがあるかと思うんで、そこら辺をあのどうしていくのかっていうね、ところですけども。はい。 3つ目、エッジスピードを生かしたジャンプと陸上型ジャンプをミックスがたい。ああ、そうかもしれないですね。ちょっとジャンプ変えてきてるかもしれないですよ、もしかすると。これはステファンコーチの指導の賜物これが切れ味がよく、高さがより出るようになる。そうですね。うん。あの、ほんとステファンのえー、っと教えによってですね、ジャンプのシャープさって出てきましたよね。うん。はい。 そしてまくんなんですけども高さがあるのは縄跳びを練習で前から取り入れ40跳び嘘でしょえ当にとに祐くん40跳びできるんですか ?40 跳びは4回もできるこの縄跳びの練習はロシア女子がやってるすごくない ?40 跳びって僕信じられないですよあの30跳びも僕できないんですけど40跳びできるんですかえすごいあでも縄跳びってもしかすると縄跳びの 回数っていうのはまさにジャンプのあのー、回数のと似てるのかなピョンって飛び跳ねてシュ,シュシュシュってあーなんかすごいこれ目から鱗ですねうん。僕も縄跳びの練習しようかなあそういうことなんだ四十跳びができると四回転ができやすくなるっていうことですかねあーすごいでも昔三十跳びできる人って縄跳び名人として知られてましたから40跳びできるんですかねすごいこれはちょっと目から鱗ですねうん で姉さん、えー、軸の正確さ、えー、これは体操をやっていたため、えー、空中感覚が優れているんで、真似ができない、すごいですよね、軸が本当もう、手を交差してね、うん、あのこれ今流行ってるんですよ、飛び方ね、内村航平さんは空中感覚を得るために、親の体操クラブにトランポリンを買ってもらった、へえあっ、なるほど、うん、あでもこれ見たことあるのかもしれないですね。うん で確かに姉さんのジャンプはもう機械体操のごとくやってる気がしますよね。うん。マリニンについては見た回数が少なすぎるので語れません。ですね。うん。まあ、これからかなぁと思うんですよあのね、たまに出てくる動画を見ると、まあ、コンビネーションジャンプすごいですね。うんえ。羽生さんは4回転トーループと4回転サルコウについては、ジャンプにしてもジャンプにあらずで芸術アートです。まあ確かにね。うん。あの、ほんとこう、なんて言うんでしょうかね。もう ジャンプ一つに魂がすごいこもってますしまさにアート分かりますねうん、うん、まあもう技術をぶっもう超えてるっていう感じでしょうかね羽生くんの場合はねうんまあいろんなこの難しいステップから入ったりするところもねあのすごいですけどまあ確かにこう飛び上がってねあの離陸リリからねうんあのー なだっけなあの飛び上がって空中で回って着氷をするところもでね,ね本当アートな感じしますねうん重そうですねやっぱいろんな選手のジャンプの飛び方とかやっぱ違うのでうんそういうの見てくるのは僕は好きですね、えー、熊猫さんありがとうございます、えー、カブ君こんにちはえー、すみませんお久しぶりなんですまたまとめてチェックしてるんですが大量もそうめっちゃくちゃありますよねでも皆さんの貴重なコメントちゃんと読みたい。 株くんのコロナも知りませんでした。もうそうなんですよ。コロナになっちゃって。大変でしたね。顔出しを見て良くなっているようで安心しました。えー、さて、怒涛のザ・アイスが終わってしまいました。うん、終わっちゃいましたね。えー、リハの配信からできるだけ見て、えー、新潟までの、えー、350km ドライブ、伊甲園鑑賞大阪、えー、来日の、あのー、楽、うん、しがらく配信でいいのかなうん、あのー、楽日じゃないですね、これね。 うんかなあ夢のような数日でした。えー、ショーの熱量は皆さんが語ってくださった通り、正、え、馬、ー、さんの演技はもちろんさすが。 トップスケーター集合、若くて息がいいメンツでえ、素晴らしい演技と楽しいパフォーマンスで、やっぱりザ・アイスはいいなぁと、えー、しみじみ思っています。あの、僕ね、いろんな拠を全然知らなかったんですけど、ザ・アイスはこんな感じなんだ、ファンタジー・オン・アイスはこんな感じなんだとね、もう皆様のコメントで僕勉強になりましたね。うん、だってあのー ダンスバトルとか僕全然知らなくていや、これはね、ダンスバトルがあるっていうことは知ってましたけどあ、あでも、ザ・アイスでダンスバトルするんだっていうのは知らなかったんで、こういうの勉強になるんですよね。うん、だから僕は今年から結構アイスショーに関しても知識が増えてきたよっていうことなんですよ。で、これからフレンズ・オン・アイスもやるみたいなんで、それはどういうアイスショーなのかなっていう感じでちょっと待ってますね。うん どの選手も、えー、これからグランプリシリーズやワールドで活躍したり来日したりしますね、うん。みんな応援しちゃいます。お休みや引退の選手には悲しいけど別の道での成功を祈ります。ですね、まあ、今年結構今季はねお休みの選手が結構多かったりねしてるのでねまあ、オリンピックの,あの終わったシーズンですからね。うん あと、しかもロシアがあまりいないっていうことなんで、まあ、そこも選手が減ってしまうっていうことがあるんですけど、ショウマさんのことや午後にも書きたいけれど、終わりがなくなるんで、えー、少しだけ、えー。マリンちゃん、あ、ホンダマリンちゃんですかね。ホンダマリンちゃん、4月のプリンスアイスワールドで大丈夫かと心配していた。あ、プリンスアイスワールドっていうのもありましたね。うん、プリンスアイスワールド東京からザ・アイスと。 上になっている感じということ。あ、これは調子が上がってきている感じということですかね。そういえば今回、マリンちゃんどんな感じだったんだろう。うん。スケーティングや身のこなしなど品があって素敵でした。え今年は全日本でも頑張ってくれると応援すれば。うん。本当にあの、ブロック大会頑張って一定進んでいってほしいですね。たぶんまちゃんは、ブロック大会出ないと全日本出れない感じかと思いますよね。多分ね。東京大会から出るのかな。 まあと、えー、マラリア・ベルちゃん、ハレルヤを披露してくれるんだけど、ジャンプで転んじゃって、あの、てこんとお尻ついちゃって可愛かった、ああ、逆に可愛かったということなんですね。終わって挨拶の時に両手で恥ずかしそうに顔を隠したり、両手を合わせてごめんしたり、もうなんて可愛らしい人の、あ、結構ね、そういうことしますよ、彼女は。うん。あの、なんだっけな、どこかのね、えっと、フランス大会だったかな、あのー、さっきのね。で、その時にですね、 彼女なんかアイスがあったんですよね。で、そのアイスをなんかキス、キッサンドクライでいっぱいあったもんなんで、なんかこう、取りまくってましたね。うん。そういうことをやるんですよね。うん。だから結構なんか、あの、愛嬌があるという、でもこれ、日本人やったら、シンコロの中でね、ほら、そんなアイスいっぱい手につけたら、ほら、金がついちゃうじゃんとか言って、まあね、怒られたりするんですけど、まあ、それがこう、アメリカの戦車とすると、愛嬌になるのかなと思うんですよね。結構、これ、日本の戦車やると、ほら、それ触ったらさ、ね。 ほらコロナの件がつくるじゃんとかって言って炎上したりするんですがそこはねアメリカはないですねあんまねうんてもこう思って見てましたけどえ千、ー、秋楽ではえー、っと拳を握りながら、あのー、見ていたけれどえー、無事フィニッシュうれしかったうんあとエイモズくん千秋楽でサットの隣でウールしててどういうことこれえイモズくん千秋楽でサットの隣でウール,ウルしてんででしょうかねついこちらまでうるってしまいましたということなんですけどあれな,なんでだろう もしかしてあれかな、さとこちゃん引退するっていうことででしょうかね。うん。なんかうるうるしたらしいですね。ついこちらまでうるってしまったよということみたいです。で、ショーム姉さんも G 戦もで、あとあとですが終わりますということなんです。<laughs> で追加、The a i c の完全制覇が夢です。えー、ということでね、乱文5時ご容赦ということなんですよね。うん。 もうこれ完全制覇するためにはでもチケットとかちゃんと取れないといけないと思うんで、そことの争奪戦を勝つ、ね、勝ってからとちょっと難しいかなと思うんですけどね。うん。ね。まあそんな感じで、まあ、いろんなその昼公演、夜公演、そして会場によっても違う雰囲気を出してくるんでね。うん。はい。そんな感じでございます。はい。えー、そして三輪さん、もう一個です。 えと、読んでいきたいと思うんですけど、えー、こんにちは。今、なかなかコメントするばかりで聞けていなかったから、えー、動画を遡り聞いてみました。えー、全部ではありませんが、The、え、Ice、ー、生観戦したから言えますが、やはり細かい動きやジャンプはテレビやオンライン配信に、YouTube 動画でよくわかりますが、会場にいて近くの席から肉眼で見たら、やはりフィギュアスケートはジャンプは選手なら当たり前に重要で、 点数も一番高くつくから大切でしたが、えー、空気を変えるくらいの支配力、またプログラムからの気持ち、心にグッとくる表現力、ただ何気ない動きから、動きすれ違う、えー、動き、そして、えー、スピードや緩急の使い方や、えー、ポーズの美しさなど、やはりもう滑り出した直後から明らかに違いが全く違うと、えー、素人でも分かりましたよ。うん、あのやっぱりこう、支配を生で見るっていうのはいいですね。僕はあの ぐらいしか見てことないんですよしかも東京大会ね。あの時ね、2008年で東京大会で、すぐいさんとか、中野ゆかりさんをね、見たんですよ、ショートプログラム。あの時はゆかあのすぐいさんは恋人たちのアパルトマンで、えっと、中野さんは確かロマンスやってた気がしますね。あと、武田奈々さんっていう選手がいてね、あのあー、す素敵だなと思ってました。で、あの,あのち、あんまりお客さんいなかったんですけど、やっぱお客さんがいるっていいですね。うん。 あのなんかこう周りの人はうおーとか拍手とかしててああこういう空気なんだやっぱね生で見ると違いますねうんなんかこうもうドキドキしちゃうっていうかねワクワクしてくるっていうみんながうおーって言ったりねうんもうほんとねこのあの会場にいるってのはいいと思うんですやっぱね本当に申し訳ないですが素人でもこれくらい違いがはっきりくっきりわかるくらいだから審査員はプロだから PCS は何々ランクどころか2ランクくらいは違いましたようん なるほどこれ宇野くんの話なんですけど宮原さと子ネイサン・チェンチャ・ジューファンジ,ジ,ジェイソン・ブランクえ三原舞ちゃん坂本香織ビンセントは明らかに違いました。では空気を変えますかね。 うん、マリニンくんはジャンプは頑張っていましたがアクセルの跡が良かったり悪かったりまた表現力はまだまだかもしれませんよごめんなさいねああやっぱそんな感じですかねうんやっぱこれはね僕もちょっと想像はしてましたけど、うん、なるほどマリニンくんやっぱこれからまだちょっとあれかなっていうところありますけど、まあ、これからですね うんえー、ステップなど切れて頑張っていますが何か力強さがうまくは言えないけどジェイソン・ブラウンと比べたら明らかにまだまだ力不足に感じましたようんまあねこれは仕方ないですねうんまあこれは多分これからだと思いますよあのやっぱりねあの昨シーズンも PCS 見てるとやっぱりこう難しいジャンパー決めるんだけど一つ何かこう足りないっていうのはあるわけですよねうん、まあ、これがまあ味付けをどんどんしてくるかと思いますのでまあこれからでしょうかねうん 中身はまだ少年みたいで注目されすぎてかわいそうなお気の毒な感じがしないでもまだまだこれからですねということですね。本当に言いにくいけど、見たい人は多分正直そう感じたかもしれませんね。あなるほど気。気になりますね。どんなまだね、マリニくんの僕演じ見てないんですよ。うん。なので、ちょっと演技を見たりとかして、でもあの試合の時にあの明らかになると思いますので、 まあ気になりますね、うん、でラスト3人、坂本香織、姉さんチェン、えー、宇野昌磨は別格でしたよ。やっぱこの PCS が高いっていうね、ところに表れてますね。まあ、オーラがやっぱまだこう違うんでしょうね、きっと。うん。比べたらいけませんが、やっぱり違った。うん、まあ、これはもう比べちゃいますよ。 えー、翔馬くんは、えー、誰か5回転や4回転半を成功したら、えー、僕も他の人間にできたんだからで考えるのかもとは言いましたが、自分が一番最初などはこだわらないし、今は、えー、他のジャンプもまだ挑戦中ですし、えー、ジャンプも組み合わせやいろいろやることがあるのでと前に言っていました。ああ、そういうことをしたんですね。うん、で、えー、ボールでどうしてもジャンプジャンプになり、 え表現もおろそかにはしていませんが今期はもう少し本来の表現力にもさらに磨きをかけて頑張りたいと言っていたからえマリリンくんとどうのわっていう人のことより自分のプログラムに集中えブラッシュアップで頑張ってみましょう。かね うのくんはまあ、うのくんでっていう感じかなと思うんですよ。まあ、試合になっちゃうと、やっぱどうしてもこう、比べ始めます。比べるっていうことがね、起こりますからね、あれなんですけど、まあでも今回に関しては、やっぱりプログラムの脳密度っていうのは違うと思いますので、うん。そこはやっぱりね、あれなんですけどね。ただまあ、マリンくんのプログラムがすごい気になってます。うん。こちらはこちらのやり方、ペース、考え方があるから、人は人かと。今 でも、えー、そうしてきたし、えっと、これからも進化しながら高みを目指して、豪昌磨ですよ、頑張ってということでね、うんまあ、あの僕はね試合の緊張感の中でどのようにこう選手たちが、えー、演技するのか、試合をするのかっていうね、まあ、その試合の雰囲気をねあの、まあ、楽しみにしてるんで、うん、はいあの見ていきたいなと思います。 えー、そして美輪さん、えー、うまく描けませんでしたが、またご自宅ごめんなさいね。えー、選手、皆さん頑張っているのがアイスショーとはいえ、十分伝わり、それで頑張ってほしい。えー、マリニン君は背は高いし、足も長いですが、花道の手を振ったり、にっこり、なんだかうちの息子が少し大きくなったくらいで、まだまだ少年、可愛らしかったですよ。 えグラスル君とわちゃわちゃ見たらそんな可愛らしさが、うん、なんかグラスル君とマリリン君の共通点がなんかありそうな気がするんですよね。えプログラムはロックっぽい感じということみたいですね。また、そういえば、チャ・シュンファン君は3公演全部違うプログラムで、ビリ,ビリーブ、えっとビ、ビリーブよかった、踊る踊る、かっこよかった、決まっていたという、ビリーブっていうのは、あの、プログラム名ということかなと思うんですけども、 だからそういったプログラムでやってみたいですね。また、千秋楽はトゥーランドット来ましたよ。うん。なるほど。え、翔馬くんファンがたくさんいる中で、いつも翔馬くんに優しいから、皆さん好意的に見ていましたよ。え、こちらも好青年。明らかに優しい、違う可愛さがありました。ということですね。うん。はい。なんか、あの、クールビューティーな感じかなと思うんですよね。チャ・ジュンファンさんはね。うん。まあ、それにしてもイケメン多いですね。フィギュアスケート界のその、ね、トップスケーターたちも。うん。 はい、ということなんで、でも写真ファンさんも今年はどういうプログラム、どういう技術やってくるのかな、うん、一応、4サルコーは多分安定感あると思うんです4回転トーループがちょっとまあ不安定なのかなと思うんですけど、どんなプログラムにしてくるのかっっていうのをちょっと気にしてるんで、うんえー、それから昨夜の宇野 えー、裏方チャンネル、あそう、僕、これね、昨日認識したんですよ。うん、あこんなチャンネルあったんだってね、まだ動画3つは出した,でしたけど、うん、YouTube が上がり、デミさんがスケートを少ししてましたよね。1回転、えー、最後にラスト、羽を畳むポーズがつぶりましたよ。見てみてくださいね。 えー、シウマ君の衣装が飾られなくても、えー、横にあの横たわり横にエジプトのファ,ラファラオみたいに寝かされてあはは何何中京第二でしたかねこれ何なんでしょうかねなんかファラオって面白いんいですよねうんあのー、なんか面白いですねやっぱね、えー、中京第二でしたかねあのシウマ君の等身大パネルかわいいお顔つきに着せて横に寝かせたら えー、頭に黄金の <laughs>、黄金も、黄金やめてって感じですね。うん、黄金やめてってね。黄金マスクみたいな飾り物をさせられたら完璧ですかね。うん。本当なんか、ツタンカーメンっていうのかな。ね。なんかそういうのありましたけど。なんかいろ,いろんなその、ね、なんか呪文とかは解いてるイメージがあるので。うん。なんか今年のあの、君のプログラム G7 アトルなんでね。うん。えっと、エジプトといえば少女漫画に大きな思う。 やばすぎですね。ちょっと大きな紋章というのがあり、若きメン、だ <laughs> んだ、なんかここね、もう僕、一回ね、このファラオって言われちゃうともう笑、もう笑いが止まらなかったんですよね。うん。若きメンフィスみたいな、カブさんは知ってるかした、ではまたということ、メンフィスっていうのはちょっと初めて知りましたね。うん、なんでしょうかあ、あの、ファラオというか、あの、あれですかね、あの、あのス,スフィンクスみたいなやつですかね。うん。<laughs> ちょっとよくわからない <laughs>。 ダメだ僕ね、朝はね、基本的に笑わないんですけど、すみません、あのスフィンクスとかファラオはだめですね。うん、<laughs> いやー、もうすみません、一回ちょっと動画を止めて、あの10分くらいで休憩したんですけど、まだ笑いがちょっと込み上げてきてですね、うん、大変なんですけど、ちょっと続きのコメントに出ていきたいと思います。エミリーさん、ありがとうございます。ザ・アイスが終わってしまい、えー、今日から8月です。暑い、うん、なんか朝から30度らしいですね。 あの振り返ると、姉さんくんと翔真くんのコラボ、やっぱり素敵でしたね。え男性スケーター二人のコラボがあんなに、えー、となだっけなこれは、えー、清々しく、美しくて、えー、美しい世界を出せるなんて、翔真くんが言っていた。スポーツは、真剣勝負の向こうにある。美しいもの、うん、素敵ですね。本当という言葉を思い出しました。翔真くんだけではなく、姉さんくんも作られただろうな、と。 翔馬くんの最後のご挨拶はお客さんへの感謝はもちろんのこと、えー、競技を離れる仲間の新しい挑戦へのエール、えー、それでもスケートは続けてねというご要望も織り込んでいて翔馬くんらしい、うん、飾らないけど温かい言葉でした、えー、退場するときは、えー、他のスケーターさんを花道横で、あのー、見送ってから、えー、最後に一人お客さん側に、えー、振り返って静かに礼をして枠、えー、の向こうに消えていきました 翔馬くんは座長らしくはないけれど座長の器だなって言ってる方が、あのー、ありなるほどなと思いましたあの僕今回宇野くん見てるとなんか終始そういう、あのーまあ、座長な感じしましたよ僕なんとなくねなん,かなんか分かりませんけど何て言うのかなこう責任感というか、うん、なんかそういったものをちょっと感じたというかねあの顔つきはね ちょっといつもとは違う感じはしてましたね。ちょっと疲れがあるのかなとも思うんですけど、なんとなくそういう信念というか、そういった目をしている感じがしましたね。うん。だからやっぱ今年はまあ試合ということに関しても追われる立場というか、まあ、羽生君の引退っていう報道も大きかったんじゃないかなと思うんですよ。やっぱこれから日本を引っ張っていかなければいけないっていうのがやっぱりあると思いますのでね。そういうその信念というか、表情が変わってた気がしたので、終始なんか うん、座長な感じが僕はねしたんですけどもねうん「宇野裏方チャンネルは」は浜さんとデミさんによる「裏方珍道中」の動画で間違いないですあなるほど僕あの見たんですなんかゲームみたいのもされてましたよねうんしょうまくんの裏方なのになぜかか「ずきともの」が「かずきともの」が頻繁にご登場という謎なことが発生していますかずきとのものっていうちょっとわかんないですがそういったものが登場しているみたいですね というわけで皆さんいかがだったでしょうかフィギュアスケートのお話でしたねまとめてみました。うん面白かったですねもう本当なんかねあの愛に満ちあふれていたりだったりとかね、まあ、これからのフィギュアスケートどうなっていくるのかなというところとね、まあ、宇野くんの話今日も中心でしたけどね。うん いやーもうね何て言うんだろう、まあ、試合もプロの世界もどっちもね楽しいのかなって思うんですよ。で僕やっぱ何度も言いますけど、まあ、あの試合の方ずっと見てきてアイスショー正直あんま興味なかったんですけど今回は皆さんのおかげでアイスショーってこんなに魅力があって楽しいんだっていうことを知りましてあーなんかあのしかもアイスショーもうただのアイスショーなんてプリンスアイスワールドとかそのザ・アイスとかファンタジー・オン・アイスいろんなアイスショーがあるっていうねことを学んできたのでああ夏もフィギュアスケート楽しむことができ できるんだっていうねそういうね喜びを感じましたねうん、だからそういった気持ちで今季僕も、えー、応援とか youtube とかも頑張っていきたいと思ってますはいではね一旦動画を止めてこの後修学旅行のお話結構いただいてますのでそれをちょっとまとめていきたいと思います皆様の修学旅行の経験とかね聞けますのでねはいではありがとうございます